ご視聴ありがとうございます。今回はナスを使った簡単料理を作ります。今日の材料、ナス3本。まずはナスのヘタとガクを切っていきます。ガクはトゲトゲがあるので刺さらないように気をつけていきます。ヘタ、ガクを切ったら一口サイズに乱切りに切っていきます。全部切ったら鍋に、そこからサラダ油を5センチメートルくらい入れます。 IH の場合は180度に設定していきます。ガスの場合は菜箸を油につけてじゅわと泡が出るくらいに温めていきます。その間にタレを作っていきます。水 50ml、 味噌大さじ1、酢大さじ1、和風だし小さじ1、よく混ぜます。白ごま適量。油が設定温度になったら、ナスをそのまま揚げていきます。揚げ時間は、だいたい1分半くらい。1分半の間に、常にナスをかき混ぜていきます。油跳ねには気をつけてくださいね。フライパンを温めます。中火、サラダ油適量。油が温まったらナスを炒めていきます。これくらいになれば OK。 火を止めます。お皿に移して出来上がり。お好みで白ごまを振って出来上がり。とても美味しいので試してみてね。